はい、なぎです。おはようございます。今日から僕は1週間お休み。いいでしょう。次は屋敷鷹司に泣いてもいい書きます。捨てられたのは俺なのさ。もしお前が今夜急に別れましょうと鍵を投げたら、足にすがりついて止めて何度も詫びて、お前がいなきゃ死にたいと泣いてもいいか。ダメな男やけどやっと愛せた人、失うほど愚かやない。男だから厄介な夢忘れきれず、街に傷ついてはお前の肌に甘えてる。しゃれた店も飾る嘘も何も知らない女だけれど、今日も強い酒に溺れ弱音を吐いて、優しい誰だらしなく泣いてもいいか。こんな無様な姿さえ愛してくれる女はただお前だけさ。足にすがりついて止めて何度も詫びて、お前がいなきゃ死にたいと泣いてもいいか。ダメな男やけどやっと愛せた人、失うほど愚かじゃない。今日も強い酒に溺れ弱音を吐いて、優しい誰だらしなく泣いてもいいか。こんな無駄目な姿さえ愛してくれる女はただお前だけさ。
90に寝ないでもいいか。屋敷隆でした。こんな人現れたらいいのにね。 See you next.